XT-97 は中華民国の国防部軍備局205平行省で開発中だった試作アサルトライフルである。2008年に研究開発が始まり、2009年の台北国際航空宇宙及び国防工業見本市で初めて公開された。その後、205平行省などでのテストを繰り返しプロジェクトは発展解消、XT-101 と、 ほ槍の研究開発へと移行している。XT-97 は2000年代中期以降に先進各国軍向けに開発が始まった次世代アサルトライフル同様のモジュール化構造とレールシステムを有しており、外観はスカーに酷似したウェイ m p 号を合わせたような形となっている。また、特徴的なバレル上部に移設された再装填ハンドルによって、 内部設計は65式フェアリ系統から大きく逸脱していることを示唆している。ストック部は伸縮折りたたみ式である。野外での迅速なバレル変更可能なよう設計されており、合計 5.56mm に変えて、サブマシンガン用の 9mm の重心と銃弾、より火力のある 7.62mm な灯弾と重心を用いることも可能となっていた。射撃モードは、 フルオートと単発の2種。配備先は、一般陛下のみならず、空挺部隊や海軍陸戦隊、砲兵や機械化部隊及び二輪部隊の兵員自衛用を想定していた。XT-97 は、非戦闘部隊向けテスト用に少量生産が行われた。ありがとうございます。